ワスプネットワークは2019年のスペイン・ブラジル・フランスのスリラー映画。監督はオリビエア・アサイアス。出演はペネロペ・クルスとエドガー・ラミレスなど。フェルナンド・モライスが2011年に発表したノンフィクションオスール・ティモス・ソウル・ド・ドス・ダ・ゲラ・フリアを原作としている。本作は日本国内で劇場公開されなかったが、2020年6月19日から、 ネットフリックスで配信される予定である。1990年代前半、キューバはソ連崩壊の煽りを受けて深刻な不況に陥っていた。そんなある日、パイロットのレネ・ゴンザアレスは家族をキューバに残したまま、アメリカのマイアミへと向かった。妻のオルガは困惑するばかりだったが、レネにはどうしてもそうしなければならない理由があった。当時、マイアミでは亡命したキューバ人たちが、 カストロ政権打倒のために様々な活動を行っていた。レネは亡命者を装って反キューは組織に潜入し、重宝活動を通して愛する祖国と同胞たちを救おうとしたのであった。2017年4月6日、オリビエ・アサイアス監督がフェルナンド・モライスの小説、オスール・ティモス・ソウル・ドドス・ダ・ゲラ・フリアの映画化に着手したとの報道があった。2018年5月、 ペドロ・パスカルとエドガー・ラミレスの出演が決まった。9月、ペネロ・ペクルス、ワグネル・モーラ、ガエル、ガルシア・ベルナルが本作に出演することになった。12月14日、アドリア・アル・ホナが本作の出演交渉に臨んでいると報じられたが、交渉は不守備に終わった。2019年2月、アナであます・デ・アルマスがキャスト入りした。 本作の主要撮影は2019年2月18日にキューバで始まり、同年5月4日に終了した。本作はキューバのスパイ活動を扱った作品であったため、制作チームは同地での撮影許可を得るのに苦労した。撮影中、一行はキューバ当局に監視されており、突然退去を命じられるかもしれないという不安の中で撮影を行ったのだという。 2019年8月27日、エドゥアルド・クルスが本作で使用される楽曲を手掛けるとの報道があった。2019年9月1日、本作は第76回ベネツィア国際映画祭でプレミア上映された。9日には第44回トロント国際映画祭で、10月31日には第32回東京国際映画祭での上映が行われた。 2020年1月17日、ネットフリックスが本作の全米配給権を獲得したと報じられた。本作に対する批評家の評価は平凡なものに止まっている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには27件のレビューがあり、批評家支持率は41%、平均点は10点満点で4.83点となっている。また、 メトクリティックには発見のレビューがあり、荷重平均値は53、100となっている。ありがとうございます。